お仕事は何ですか？私はしがない八百屋でね。え？女性店員は一瞬固まったような顔をした後に少し嘲笑うような顔で言った。あのお客様、うちで取り扱っている時計は全て100万円以上なので、お客様には無理かと。時間の無駄ですので、恥をかきたくなければお引き取りいただくことをお勧めします。俺と父さんはその言葉に固まってしまう。あんまりな物言いに怒ることも忘れて、ただほうけてしまった俺たちにまだ何か言おうとする店員。店員さん、それは。俺が彼女に言葉を投げかけようとすると、父さんがそれを遮った。ゆきひろ、いいんだ。気弱な父さんが少し憔悴としていて、俺はますます悔しくなる。なんでそんな風に言われなきゃいけないんだ。父さんが何をしたって言うんだ。俺は悔しさで拳を握りしめ、けれど落ち着いた声で言った。好きなのを5本選びなよ。はい、何を。父さんは今一つ状況が飲み込めていないようで、俺と店員を見比べている。大丈夫だから。俺は父さんの背中に手を添えた。紫陽花が咲く梅雨の晴れ間、まだ外はじっとりとした蒸した空気をたたえていた。還暦か、父さんも年を取ったね。俺が言うと、父はうるさい、お前だってあんなに小さかったのにもう立派なおじさんじゃないかと笑った。確かにそうだと二人で笑う。まあ還暦祝いしよう。そう言って父を誘った。父の大好きな時計をプレゼントしようと思って、高級時計店に一緒に行って時計を買って、帰りはちょっと早いけどうなぎでも食べようかなんて思っていた。けれどそんな俺たちのことを嘲笑うように店員が放った言葉。確かに俺たちはこういったお店に頻繁に出入りするような人間ではない。けれどふさわしくないというような言い方をされなければいけないようなことは何もしていない。まるで一生懸命守ってきた父の八百屋をバカにするようなその物言い。ずっと働く父の背中を見て生きてきた俺には許せなかった。ゆきひろ、帰ろう。ちょっと私らは場違いだったかもね。そう言って帰ろうとする父に俺は口を開く。こんな風に父親を傷つけられて許せない気持ちだった。あなた失礼じゃないですか。少し言葉尻が強くなってしまった。何も知らないくせに。俺たちの思いも今日を楽しみにしていた父の気持ちも。だって買えます、うちの時計。そんな風に返されて言い返そうとしたその時だった。お久しぶりです。そうか、ついに還暦になられたんですね。ようやくですね。おめでとうございます。俺と支店長が知り合いだと知った店員はみるみる顔面蒼白になっていく。何かありましたか。お断りしていました、うちの時計は高価なのでと。店員が支店長に説明する。何ですって。絶対に許しませんからね、あなた。私。額に汗をかきながらたじたじと答える店員に支店長は言った。彼はうちの数年前のヒットデザインを考えてくれたデザイナーさんですよ。え？カラフルのシリーズをデザインしてくれたのが彼、百田幸宏さんなんですよ。カラフル？そう言って店員は店内のモニターを見た。そこには色鮮やかな文字の時計たち。まさに俺がデザインした腕時計、カラフルだった。カラフル。俺は当時灰色の世界を生きていた。就職した会社はいわゆるブラック企業で、一緒に入った同期はすでにみんな辞めてしまっていた。たった2年で生き残ったのは自分だけ。後から入った後輩も続々と辞めていく。部長以上の管理職は、若いやつはなってないと言って勤務形態を顧みることなく、それでいて売上が落ちれば俺たちを責めた。終電で帰れればいい方で、寝袋を持って泊まり込むことも多い。そんな日々の中、面倒を見ていた後輩が言った。会社に行きたくない、死にたいです。先輩、俺ダメなんです。人事部長に俺みたいなやつはどこに行っても通用しないって言われました。
生きててももうきっとダメなんです。なんで生まれてきちゃったんでしょう。早く死ななくちゃ。完全にうつ病だった。彼はとても真面目で人一倍努力していた。よく一緒に泊まり込みで仕事をしていたから、俺と彼は仲良くなったのだ。俺は彼を病院に連れて行った。そして診断書を持って人事部に行って給食の話をするつもりだったけれど、人事部長はそれを鼻で笑った。情けない、職務を全うできないなら辞めた方がいい。そんな社員に払う給料はないんだと。俺は怒りで目の前が真っ赤になった。なら俺も辞めますと思わず口にしていた。俺たちを何だと思っているのだろう。あんなにまっすぐな子を心を病むまで働かせて、それを自己責任だと言い張る。こんな場所で今後も働くなど考えられなかった。彼が給食明けにどう扱われるかが人事部長の態度から分かってしまって、俺は彼にも辞めることを勧めた。結局俺たちは会社を退職した。働かなければと思うけれど、世界は暗くてどうしていいかわからなかった。そんなある日、家に帰ると父さんがリンゴを俺の部屋に置いておいてくれた。頑張れよとだけ書いて、そのリンゴの鮮やかな赤は俺の心を奪った。色はエネルギーを持っていた。リンゴを握りしめて俺は泣いた。こんなに鮮やかなものがあるのだと初めて知ったような気分だった。俺は父さんに頼んで店の野菜や果物を見せてもらった。オレンジもリンゴもバナナも全てが鮮やかだった。命のような彩りがそこにはあった。後輩に連絡してそれを持っていくと、後輩は最初キョトンとしていたけれど、何かが通じたのだろう。ありがとうございますと言ってくれた。薬で症状も落ち着いていた彼は家具や道具の形のデザインをしていた。もともとそういった仕事をしたくて前の会社に入ったとその時に初めて知った。俺もインテリアが好きだってことを最近まで忘れてたんで、特徴する後輩に俺は話を持ちかけた。二人でデザインをしないかと。ポットでの二人だったけれど、たくさんのコンペに応募した。そしてそんな俺たちが一番ヒットさせたのが高級時計のカラフルだったのだ。時間はかかったけれど、当時より時間的にも金銭的にも豊かになれた。あの時のことはまだ辛い思い出だけれど、無駄にはしない。もしあの時の俺のように暗い気持ちで日々を生きている人がいるなら、世界は鮮やかだと思い出してほしい。そう願ってデザインした時計だった。あの時はありがとうございました。俺が言うと、それはこちらの言うべき言葉ですと支店長が恐縮した。彼は俺より10ほど年上だったけれど、いつも礼節を重んじて接してくれる素晴らしい人格者だった。当時商品開発に携わっていた彼とは、本当に何度も何度もいいものを作ろうと打ち合わせをした。そして出来上がったカラフルは、今までのクラシカルな印象を残しつつ、挑戦を忘れないマインドを体現したとして、数々のデザイン賞を取った。雑誌やメディアにたくさん掲載され、俺と支店長は両手を挙げて喜び合ったのだ。百田さん、時計に困ったらいつでもうちへ来てください。好きなだけ差し上げます。という彼に、では父の還暦の際に伺います。実は父が大の時計好きなので、と約束したのがもう何年も前だ。本当に懐かしいですね。そういう支店長に俺も笑う。今でもカラフルは看板商品で、俺は本当に鼻が高かった。父さん、そういうことだから安心して一つ選びなよ。と言うと、5つじゃなくて？と支店長が面白がって聞き返すので、腕は残念ながら1本なのでと返した。100でも1000でもいいのにと本当に惜しがるような顔をする支店長に苦笑する。この人は当時から変わらず真面目な顔をして案外面白いことが大好きなのだ。父さんは嬉しそうに一つクラシカルなデザインの時計を選んだ。息子さんのデザインじゃなくていいんですか？と聞く支店長に、家に帰れば鮮やかな彩りは間に合ってるんで、と父さんは笑った。
それでも時計をつけてまぶしそうに眺める父を見て、俺はやっぱり嬉しい気持ちになる。父さん、還暦おめでとう。俺がダメダメな時も、頑張ってる時も、苦しい時も変わらずに父さんがいてくれたから、俺ここまで来れたんだ。いつも本当にありがとう。そんなことを思っていたら、直接言ったらいいのに、と支店長に言われてしまった。心を読まれたかと思ってパッと振り返ると、声に出てましたよ、と笑われてしまう。この後言うんで、と言うと、頑張ってください。生きて言えるうちが花ですよ、と返されてしまった。ご両親もしかして、はっとしていけないことを聞いてしまったか、と気になった俺が思わず謝ろうとすると、支配人は、いえ、父母ともに健康で健在です、としれっと言う。もう、と怒る俺だったけれど、やっぱり彼のこの感じが大好きだった。そんな俺たちに震える声で話しかけてきたのが、さっきの女性店員だった。俺と支配人は思わず目くばせしてしまう。俺、怒ってます。と言うと、彼女はプルプルと震え出してしまった。左遷とかでいいですか？と支店長が悪乗りする。ただの左遷？俺の父さんを傷つけて？ああ、そうでした。そうしたら首前提の左遷などはいかがです？首？女性店員は泣きそうになっている。さすがにかわいそうになって、嘘ですよ、と言うと、鳩が豆鉄砲を食らったような顔をして、俺と支店長を見た。首も左遷も嘘です。けれど販売員としての態度に関しては、もう一度考えていただきたい。今度は本気のようだ。支店長は真摯な顔で、販売員の女性を見た。私たちは人と一緒に時を重ねる時計を売っています。どんな時もその人のそばで時間を刻む。それが時計です。誰にでも時間が平等であるように、私たちも私たちの時計を愛してくれる人に平等でありたい。その気持ちを先ほどのあなたは持っていましたか？うつむいて、持っていませんでした、と答える女性店員。今後、どうあるべきですか？と聞く支店長。女性店員は息を吐いた。ごめんなさい。そして父さんに深く頭を下げた。私、おごっていました。とても失礼で恥ずかしい振る舞いをしました。すみませんでした。そう言って父さんに真摯に謝る彼女。父さんはちょっと面食らったみたいな顔をして言った。いいんですよ。本当だったら私みたいなのに、お宅の時計は本当に高嶺の花なんだ。だから無理もないです。いえ、私が間違っていました。高級であるからこそ、品格ある振る舞いをするべきだったのに。さっきの私はとても下品で無礼でした。申し訳ありません。うちの時計を愛してくれるお客様に優劣をつけるなんて、あるまじき行いでした。謝罪いたします。彼女が本気で謝ってくるので、父さんはちょっとタジタジしてしまう。本気で人に謝られたことなどないから、どうしていいかわからないみたいだ。本当に大丈夫です。でも、この時計大切にしますね。父さんが笑ってそう言うと、店員さんは大きく息を吸い込んで、ありがとうございます、と頭を下げた。声が震えて、絨毯が数箇所ポタリと濡れたのを、俺たちは見なかったふりをした。時計をつけて嬉しさを隠せずに、意気揚々と歩く父の後ろを、支配人と並んで歩く。素敵なお父様ですね。しがない八百屋ですけどね。あまり意地悪しないでください。本当にいろいろありがとうございます。店員さん、いい子でしたね。首にしなくて大丈夫ですか？今ならまだ間に合いますよ。支店長になっても人が悪いんだから。人が悪いから支店長になれたと言ってください。ははは、嘘です。当時も今も時計に対する思いは人一倍だと知っていますよ。ありがとうございます。うちのスタッフが本当に失礼をしました。いえ、悪いことをすぐに反省できる素敵な子じゃないですか。ええ、うちのスタッフは基本的に紳士と淑女ですから。ははは、本当ですね。支店長さん含め、ね。そうそう、さっきのスタッフ、
カラフルの大ファンなんですよ。あらま、大丈夫ですか？支店長のせいで日々が灰色になっちゃってるせいじゃないですか？違います。カラフルが大好きでうちに応募してきたんです。お金を貯めて買うんだって意気込んで。嬉しいですね。でしょ？まだ若くて少しおごってしまったけれど、今後は大丈夫だと思います。百田さんのデザインを好きな人に悪い人はいませんから。本当に口から生まれたでしょう、支店長。そんなことは。あ、お父様がお持ちですよ。素敵なお祝いの日になるよう願っています。ありがとうございます。時計必要だったらいつでも差し上げますから、いらしてくださいね。次は古希かな。良い午後。ありがとうございます。俺は父さんの方へ歩き出した。まだ空気は蒸していたけれど、空は青く白い雲がたなびいている。日差しは眩しいくらいに鮮やかだ。世界は美しい。俺はまばゆい太陽を見て心からそう思った。